こんにちは。こんにちは。海外進出応援 YouTuber のケントです。海外ビジネス大学校長の横川です。はい。今日はですね、大人気企画。お、そうですよ。今日からなのに。すでに大人気。はい。海外進出セミナープチバージョン。はい、ということでなかなかセミナーには参加できないけれども、うん、ちょっとかいつまんでね、あのお届けしたいなと思って、うん、8分ぐらいにギュッとまとめて、あのワンスライド一メッセージでちょっとお伝えしていこうかなと。いいですね。はい、はい、やっています、うん、で、今回はですね、うん、経営者さんの英語の勉強の仕方と、うん、いわゆるその我々のようなコーディネーター、うん、というかその商社の人間の英語の勉強の仕方って違いますよと。違いますよ。それをちゃんとその住み分けることで効率のいい、うん、しかも売上が埋める英語の勉強の仕方をできますよというお話をしていこうと思います。いいですね。はい、はい、まず、一つ皆さんに質問です、はい、うん、日常会話とビジネス英語って、うん、あ、日常英語か、はい、日常英語とビジネス英会話ってどっち難しいと思いますか、うん、お、はい、どっちですか。あ、聞いてるね。まあでも我々は分かってる、まあ、分かってますね、うん、はい、答えは日常会話です。日常英語、日常会話、日常英語、うん、はい、日常英語が難しい。難しい、はい、本当に難しい、うん、そう、まあ、そもそもじゃあビジネス英語ってなんだとか日常会話ってなんだっていうところなんですけど、うん、あのビジネスにおいての経営者さんが話すべき、うん、もしくは、まあ、我々のようなあの人間が話すときってやっぱり商品が何か、はい、価格いくらなのか、うんうん、交渉可能なのかどうなのか、うん、どういうマーケットにはまるのかって大体決まってるんですよ。そうそう、うん、なんかね、なんて言ったらいいかな、なんかもう決まったキーワードを知ってればそれで成り立つんだよね。そうですよね、うん、そうですね。なんか昔こういう風に勉強したなとかってありますか。あ、勉強、僕でも僕はちょっと、うん、あれかな、結構録音してましたから。あ、本当ですか。面談を、で自分で言ったのを繰り返すし、うん、なんでかっていうと同じじゃないですか。例えば僕あのメーカーさんが来て技術の資料の説明をすると、うん、で僕通訳するんですけど、はいはいはい、それを全部あの録音しておくんですよ、うんうんうん、で言えなかった単語とか分からなかった単語とか、うん、そこを全部埋めていくんですよ、うんうんうん、そうするとまあ 2,3 回やるとほぼもう喋れるようになって、うん、それがいくともうそのメーカーさんがいなくてもそこだけはプロみたいに喋れる。なあ、いや本当そう。でそれも英語で、はい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 、うん、でそれをずっと積み重ねていくから、まあ、僕は化学品の業界だったけど大体のことが喋れる。ああ、なるほどね、うん、でそれにおいてはもう尖らせられることができるっていうのが実は経営者さんの英語勉強のスタイルなんですよ。その通りですね、うん、だったらお客さん、アメリカのお客さんとかアジアのお客さんと行って会社の紹介からメーカーさんの紹介、商品の紹介するっていうことだけだったらかなり喋れる。そうですよね。で、まあ、これってもう日本でも一緒だと思うんですよ。そうそうそう、まあ、僕よく営業行くときにちょっとボイスレコーダー伸ばしてとかってやりましたけど、 それ聞いて、あ、こういう質問来た時今度こうしようとかっていう反論書にも大体一緒ですよ。あ、そうそうそう、大体、うん、まあ、欧州和法っていうかスクリプトを作るとかね、大体も頭の中でこういったらこういう、そうなんです、はい、はい、ということは、うん、経営者さんって、うん、あの戦略が立てられやすいんですよね。そうそうそう、英語でどうせこれ来るからこれを説明しなきゃ確実にいけないよね、で後でやってみようということで、うん、経営者さんっていうのは、うん、自己紹介、会社の説明、商品説明、うん、あとまあビジョンとか、うん、なんでこの国に進出したいか、この中核となるもうこの信用獲得を一番するのに大事なところだけを、話すために必要な単語、文法、熟語、まあ、リスニング、そうそう、ね、リーディング、ライティング、うん、ここだけ勉強しておけば絶対に売り上げ上がります。そうですね、はい、はい、ただ一方で、まあ、我々のようなその商談の中の8割全部やらなきゃいけないっていう場合って、うん、まあ、なかなか大変ですよね。そう、まあ、いろんな話がね、うん、から、まあ、それにも対応できるように、うんうん、ちょっと幅を広げとかないといけない。そうですね、うん、でそれはその幅って何かっていうと、もちろんそのビジネスのコミュニケーションもそうですけど、もしかしたら飲み会かもしれない。あ、そうそうね、ですよね。日常会話導入時に最初のね、うん、今日の事実の話だったり、うん、今朝のニュースどうだったみたいな、あ、よく話ですけどね、そう見てないと分かんなかったです。だから日常会話って難しいんですよ。難しい、予期せぬ話題がいっぱいあるんじゃん。そうそうそう。ところであの結婚に対して考え方とか、まあ、そんなにいけないかないかだけど、そう言われたりするじゃない。でも日常的なんだけど、はって思うと日本語で答えられるけど、うん、あれ英語でこの今なんて言うのとか、確かに、うんうんうん、すごくあるありますからね。あるある。
だから僕ミャンマーにいる時に、そのミャンマーの人材紹介会社さんと話す時だったんですけど、その仏教会って言われました。ああ仏教徒なのかいって言われました。あ、まあ、別になんかそんな威圧的な聞き方ではなくて、で向こうってやっぱり仏教徒だったりするので、なんか多分親近感を湧くための質問として聞いてくれたのかなと思うんですけど、いや宗教の話ってあんましたことなかったんで、できない、結構大変でしたよ。で思い出した、ラーメン何が美味しいのって聞いた時に、説明できないでしょ。まあできるかも、今はできるかもしれない。ラーメンはどういうのが、どういう部分が美味しいのとか。どういう部分が美味しいの。ごめん、ね、日本語言い方悪いけど、うん、いや麺がツルツルしてて、ツルツルって例えばどう表現するか。コクがあってとかさ、まあ、よく考えたら分かるけど出てこないよね。それはということは日常会話の難しさって。確かに確かに。そうなんですよ、なんかそういう当たり前のことがどんどん質問来るから、難しいですね、はい。ということで我々が声を大にして言いたいのは、経営者さんが東南アジアで売り上げを売るための英語の勉強の方法って、実はもうここだけ、絞ってそれに沿った、熟語だったり文法っていうのを習得すればいいですよということを、この、今回の作品でお伝えしたかったです。 Yes、 はい、というわけで明日からぜひ挑戦してみてください。行きましょう。はい、お疲れさんでした。また来週。ご視聴ありがとうございました。海外ビジネス大学では東南アジアへの販路開拓術、事業者に必要な英語プレゼン術をレクチャーしています。そしてゲスト企画も用意しています。海外ビジネスに失敗したしくじり経営者、留学生の研究を特集する外国人の卒論、海外進出のためになるコンテンツをどんどん配信中です。次回の配信もお楽しみに。間に合った。